はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストやシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2-1NUB の7番まで来ました。ワイルドーズですね。はい、ズーム社の製品どれも音がいいのでおすすめです。いろんな音が出ますしね、楽しいです。ギターを手にしたら6弦3フレットからスケール練習です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。中指から始まります。はい、6弦3フレットを中指で押さえます。これ中指に入れ替えます。なぜ中指に入れ替えるかというと、同じにして2オクターブ奏でられるからです。慣れてきたら3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があると思います。はい、加工してみましょう。となります。はい、私の場合ですね、右手に関してはアルジメアルピッキング、こう小さく細かくですね、手首、肘からではなく手首小さく、左手に関してはジョン・マフラクリン音してですね、ジョン・マフラクリン音してなんだっていうと、この斜めにちょっと構えるんですね。アラン・ホールズワースさんみたいに手のでかい人だとどうにでもなるんですが、私はすごく手が小さいので、角度を気にしないとですね、物理的に手が届かなくなるんで、はい、こういったね、スケール練習を繰り返し行うことで、ご自身のね、角度、自分の弾きやすい角度っていうのが見つかると思う。これなかなか見つかるもんではないんですけどね、繰り返し練習することで必ず見つかります。ここからちょっと面白くなります。はい、よく使うコードで E-D-C 循環コード、クソ真面目に練習しましょう。これ結構使うんですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。はい、これ気をつけていただきたいのはアップの時に引っ掛けないことですね。ダウンの時は人差し指側に倒して優しく弦を投げます。アップの時は親指側に倒して弦を優しく投げます。この繰り返しですね、練習すれば必ずできます。次に5、4、3弦のアルペジオに進んでみましょう。ルートを弾く時に、
このアルペジオうまくいかなくてイラってきた時なんですね。とかねて、はあ、ギターの指切って気持ちいいなって打ったりしよう。そういう時間も必要です。次に4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方が物理的に細いのでより繊細なタッチが必要です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。となります。はい。こういったですね、ダウンダウンアップ、ダウンダウンアップのピッキングを繰り返し練習していると、このようなフレーズが弾けるようになります。日本のグループでアースシェイカーというバンドがございます。モアという楽曲のイントロがですね、日本の雅楽を思わせる非常に美しいフレーズです。ゆっくり丁寧に学んでいきましょう。一弦にアクセントを持ってくると、弾きやすいと思います。はい。奏でた後で、ギタリストのシャラさんはなぜかこのポーズを取ります。はい。脇臭くないかなって確認してるんでしょうかね。どうだか分かりませんが、このギターソロが弾きたくなると思うんですが、あなたのギターソロは誰も聞いてません。私のギターソロも誰も聞いてはくれません。ギターソロってそんなもんですが、それでも学んでいきましょう。はい、だってギタリストだから。ここではね、ファイナルカウントダウンという楽曲を学んでいきましょう。ゆっくり丁寧に。歌謡弦を含まれるためにね、一応しても使えるのが、とてもいい点です。学んどくと使いやすいです。ゆっくり丁寧に。実際に一応してみましょう。となります。オリジナルキーはこれですね。なるべく脱力してふわっと弾くことがポイントですね。はい、そして非常に重要なお話です。それはですね、ギターを奏でる際に弦と指が離れている時間、これを極めて短くすることです。バタバタとした大きな、フィンガリングではなく、コンパクトにまとめて小さなフィンガリング、上下動が少ないフィンガリングを目指しましょう。硬い曲、そしてユンゲーマルメスティン、広島のムロ、簡単にしたものです。練習すれば誰でも弾けます。
ました。本日使用していた粉電線ストラトキャスターでした。でこちらにテロップが出ます。現在私は横浜でございます。シャミジック横浜公にてエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいてます。ありがとうございます。横浜シャミジックではですね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、などを、総合的に、レッスンさせていただいております音楽学校でございます。何かね道に迷ったら、ギターを練習して長年練習してきたんだけどいまいち何か物足りないとかね、そういったお悩みございましたらぜひフリーダイルにてお電話くださいませ。私をご指名してくだされば幸いですが、どうでしょうね、10月の15日から15日までお休みいただいておりまして、10月の後半でしたら若干の空きがあるかと思います。それでは横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦でした。